はいどうも買取チャンネルです。今回は皇太子貴重記念切手について買取相場や概要を紹介していきたいと思います。この動画では前半に切手の概要について、後半に買取相場について紹介していきます。皇太子貴重記念切手とは1921年に発行された記念切手で、皇太子時代の昭和天皇裕仁様がヨーロッパから帰国したことを記念して発行された記念切手です。発行された額面の種類は 1.5 銭、3銭、4銭、10銭の4種類です。ですが、すべての額面の図柄は同じ軍艦カトリと鹿島が採用されていて、額面によって使用されているインクの色だけが異なります。1.5 銭は紫色のインクで印刷され、500万枚発行されました。3銭は緑色のインクで印刷され、500万枚発行されています。4銭は赤色のインクで印刷され、30万枚発行されました。10銭は青色のインクで印刷され、20万枚発行されました。4銭と10銭は発行枚数が少なくなっていることから希少性が上がり、価値も高くなる傾向にあります。ではそんな皇太子貴重記念切手の買取相場について紹介していきます。先に注意なんですけど、あくまでも買取業者による買取査定金額を想定した金額なので、通常の価値評価金額よりも低い金額となっています。皇太子貴重記念切手の買取相場なんですけど、投稿時点での取引事例を確認する限り、 1.5 銭と3銭はだいたい30円前後が買取相場の基準となってくるでしょう。続いて4銭切手ですが、発行枚数が少なくなっていることから価値は上がり、1000円前後を基準に状態が良ければ4銭くらいまで買取相場は期待できます。そして最も高いのが10銭切手で、買取相場は1500円前後を基準に、状態が良ければ5000円前後までの買取価格も期待できるほどです。皇太子貴重記念切手の買取相場については以上です。買取相場は状態によって大きく上下することから、正しい価値を素人が判断することは困難なので、見つけた場合、もし正しい価値を知りたいという場合は専門家へ無料査定などの依頼をして相談することをお勧めします。また切手は保管状態によって劣化する恐れがありますので、見つけた際には丁寧な保管を心がけることをお勧めします。最後に皇太子貴重記念切手をネットで売却することについての可否についても紹介します。売却価格で言えば、買取に出すよりも自分で出品した方が高い価格で売れる可能性は高いです。では自分で売却した方がいいかと言われると、4銭切手と10銭切手であればありですね。ただコレクターアイテムは状態の判断が基本的に難しいので、正しい価値で出品できるかという問題があります。当然下手な出品をすればトラブルに発展する可能性もありますし、適正価格で売れなければ手数料を考慮すると結果として買取料も利益が下がってしまうという可能性もあります。なのでネットでの出品方法を心得ていて、適正な情報を伝えた上で出品できる自信があれば自分で売却した方がいいと言えるんですけど、そういった自信がなければ買取業者に依頼する方が無難だと思います。その点を考慮した上でネットでの出品は検討するのがいいかなと思います。ちなみに 1.5 銭と3銭の額面しかなければ手数料を考慮すると利益を出すことが困難なので、買取業者にまとめて売却した方がおすすめです。以上が皇太子貴重記念切手の概要や買取相場についてでした。この動画の情報は切手カタログやフリマやオークションサイト等における取引事例、スタンプ買取 .net という切手買取情報サイトを参考にさせてもらっています。情報サイトに関しては概要欄にリンクを貼っておきますので、他の切手についても知りたければそちらも参考にしてみてください。ここまでのご視聴誠にありがとうございました。